さて、それでは今回は、初夢、侍ジャパン、復刻してるんですけども、侍ジャパンリバイバルのメガボックスについて、これが実は紹介されてる分だけではなくて、登場選手ということで、ドカンと第1弾、第2弾とこんなに出てます。あ、第3弾まであったのか、第1、第2、第3と。ガチャの画面ではね、一部の選手しか載ってないんですけど、実際には候補がこれだけいるということで、実際どんな選手がいるのかをちょっと確認しようかなと、今回思っております。さあ、こちら帯画面の方で、ちょっと SS のみで、相当かけてます。一部ね、他の選手もいるんですが、順番に24選手、どんな感じかというのをさらっと見ていきたいと思います。まずは青柳の中継ぎです。これが後々自球団に変わるとして、阪神を自球団にしてる人にとってはどう転ぶのかなというところです。青柳を中継ぎに回せると考えるのか、先発で必ず青柳は入ってると思うので、それを毎回オーダーの画面で切り替えないといけないですね。外して青柳一人の状態を作らないといけないので、若干手間かなと思うところなんですけども、珍しい中継ぎ青柳というのが出てます。でも、その通常で使うのであればかなりいいんじゃないかなと思うんですが、そして岩崎、これに関してはね、ほぼほぼ多分の今のノーマルの岩崎と大きくは変わらないのかなと。球持ちがちょっと違うんですけども、普通の中継ぎ選手よりはちょっといいぐらいかな。球種が少ないのでスラーブなんですよね、これね。ほぼほぼ待ち方同じで、変化量もそんなに変わらないので、かなり、この今回の他と比べれば、難しい中継ぎになるかなと。これはもう目つぶってても使えるような先発ですね、森下。もう最強ですね。こういう選手がいるからちょっと問題なんですよ。他にもね、ここもそうなんです。伊藤。こちらも、凄まじいと。持っていれば、必ず抑えれる。こんな無茶苦茶な球数ですけど、この辺が出ることを夢見てしまうので、どうしようかなと僕はもう今引く気満々でいるんですけど、そして山本ですね。ここ3名は飛び抜けてるかなと。青柳も使えるので、今のところちょっと岩崎だけがもしかしたら、例えば課金して引くほどかっていうところで言うと、ちょっと難しいかなってとこなんですが、ここで山本がまた出てくると。欲しいですよね。で、マー君、これももう問題なしに強いですね。若干でもマー君使ってる人がちょっと苦労してるような感じをしなくもないんですけども、でもこれだけの球種あればもう、これもいいですよね。4人目かな。候補、欲しいピッチャー4人目と。で、山崎康明、ちょっと一時期は、いい時に戻ってるかなと思うんですけど、悪い時もっと評価低かったんで、それからすると、球種がこれだけ増えたというのは大きいんですけど、どっちかっていうと、その課金してまでかっていうところで言うと、岩崎寄りの中継ぎになるのかなと。ちょっと出た時に、っていうところにあるかなっていう、あくまでもその、ね、高い話で言うとですよ。で、栗林、これはもう間違いなく使いやすいですね。スプリット、スライド、スプリット、高速スプリット投げ分けられるだけでももう意味がわからないというところで、これも当たりになってくるのかなと。5人目かなというところ、ちょっと外れって言ったらまたね、やいのやいの来るんですけど、今のメンツの中で言うと、岩崎、山崎康明は、厳しいかな。出た時にちょっとショックかなと。で、これは珍しいですね。中継ぎ千賀。これも例えば千賀使ってる人からしたらどうか、めんどくささはあるかもしれないんですけど、でも値打ちのある。あんま見たことないですけどね。よっぽど出なかったんでしょうね。この中継ぎ千賀との対戦はしたことがないので。で、こちらも大野。いいですね。中継ぎ大野。もったいないですけどね。これは、すごいなぁ。ツーシーム、フォークカット。でもどうなんかな。見たことないですね。これもね。よっぽどレアなのかなって、よっぽど出ないという感じでいいのかなと思うんですけど、この辺は当たりですよね。当たり、外れで言うとあかんなぁ。なんて言ったらいいのかな。表現がうまく言えないですけど、使いやすいですよね。これも使いやすいですね。
タイラーのこのバージョンはなかなか、これもまた見たことがないですけども、タイラーはちょっと難しいっていうところがあったんですけど、制球があって、変化球も曲がると欲しいですね。さあ、そしてこの梅野、これね、当時僕は考察動画の時に良くないって言ったんですけども、特殊なアビリティついてますよって教えてもらって、こちら投手を鼓舞する熱き魂ということで、ピンチになった時ですね、相手ランナーが2塁以上になったら投手の走塁値45アップっていう、凄まじいですね。45ですよ。これは大きいなというところで、捕手としておいて面白いですよね。ちょっとバッティングの方は少し、まあ、オーダースキルは発動しないですけど、まあ、捕手なんで7番、8番ぐらいに置けばいいのかなと思います。そして捕手でいうと、もう一人も完璧に近いですが、まあ、ちょっとパワーがあれか、オーダースキル発動しないので、これもまあ下位打線で使うことになるんですけども、ちょっとこのアビリティあまり、型と精度が45アップということで、まあ精度も S に乗ってくるってことだと思うんですけど、いいですね。もうランナー動かせないキャッチャーということで。やっぱ外れ少ない、外れって言ったかのか。難しいな。使いにくい選手は少ないですね。ここが一つ、まあ使いにくい選手で言うと、菊池は、全体的にその、希望通りではないのかなと。菊池であればね、左右 A か、まあ、走塁 A は持ってて欲しかったかなっていうところなんですけど、まあ、守備のスキルを発動するんで、まあ、これもやっぱ下位に持ってくるような、下位打線に持ってくる選手になるかなと。ちょっと菊池もまあまあ、難しさはあるかな。で、坂本ですね。これはまあ、クリーンナップタイプで、1、2番にはちょっと使うにはオーダースキルが出ないんですけども、強いですね。もう、いてりゃ、坂本いてりゃ。そして源田。これまあ面白いですけどね。サード守れるっていうところが。サード A なので、結構その、ショートで守備 A 持ってる選手っていうのはいるんですけど、サードで守備 A 持ってる選手少ないんで、オーダースキルすべて発動させようと思ったら、サードに置いて1、2番に OK。あ、無理よ。あ、コーダが、あ、コーダは発動するのか。左右どちらかでいいですもんね。コーダ発動するか1、2番に置いたら面白い選手になりそうですね。たまにこれ持ってる方はいますよね。そして村上くんが、まあ、もう少し評価があってもとは思うんですが、まあ、得点圏であれば、ランナーが2塁以上で、高打力45アップで、対右も A になってくると。で、3塁1塁守れて、まあ、守備も A 持ってるんで、3塁守るにはちょっと型が、触りたいかなっていうところなんですけど、でもあんまり三塁の方って関係ないかな、このゲームで。あんまり意識したことないですね。いや、そんなに大きく、これはって、ここがちょっと厳しいかな。近藤がもう少し高い評価があっても、今までのね、安打数からすれば、左右 A で良かったんじゃないかな。特に右が B っていうのがしんどいですね。そこが、BC の状態で打席に立つ機会がすごく多くなってしまうので、近藤きついですね。柳田はまあ問題なくいいですね。僕ちょっと柳田出すぎてるんで、で、栗原も面白いかなと思います。クリーンアップは両方発動するし、ああ、そうか、守備が A ないのか。守備 A ないんですね。それで言うとスタメンにちょっと置きづらいかもしれないですね。オーダースキルも完璧を目指すのであれば、型、精度、反応、補給のどれかに A があって欲しかったかなというところですね。うん、栗原もそうやね。で、吉田きついですよね。この評価ね、毎回毎回ほんまに低い評価を受けてるんですが、本当打撃だけの人みたいなね、スタメンでずっといてるんで、もっと他の評価も高くてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、そして鈴木誠也と、これはまあ型 A ついてるので、鈴木誠也は。オーダースキルは全て発動して、バーサス向きかなと。24分の5ぐらい僕の中で厳しいのがいるかなって。まあ偉そうに言ってますけど、お金使うかどうかやっぱすごい悩むところですから。引きたいですね。一回だけ、またね、メガボックス開封動画を載せたいなと思います。一回にするか、まあ、2回引けば限定ですし、6回引いたら3枚もらえることになるので、
そこまで6は厳しいよな。お金なんぼ使うか分かんないですもんね。6回ってね、1800ジュエルですか。それはちょっと厳しいから、まあまあ、あのメガボックス開封はしたいなと思っています。引きあくまででもソウル値がね、ソウル値でも変わらないか、シーズンが切り替わった時にまあ少しソウル負けしてしまうっていうところと、今回のね、あのピックアップ選手ではないので、オーダースキルソウル値がソウルプラスなんて言ったらいいんですか、ここですね、オーダースキルで期間限定のソウル値アップがないんですよね。あの日本代表の場合はね、復刻版なので、今現在はこの新パックであるこの2つですね、球界の豪傑とそれから一騎当選の実力というこの2つが選ばれている状態なので、ここに影響してこないっていうところがあるので、本当はタイムリーに引くのが一番良かったんですけど、まああのそれだけまあピックアップされるほどのカードであるというところでね、魅力のあるパックかなと思います。いいですよね、初夢ですね本当にね。なんか出る人は出るらしいんですけど、うちはもう本当に出ない、半年出てないので、限定パックがね、限定選手が期待できないので、確定を目指してねちょっと頑張りたいところなんですけど、400ジュエルですから、まああのメガボックス開封、してで無理やったらもう一回課金してもう一回引いてというところまでやってみようかなと思います。では今回は、候補24選手がどんな選手かなというのをちょっとこう考察とまでいかないですけども、眺めてみる動画でした。悩ましいですよねこれね。この後また出るんかなとも思うし、僕は出ると思ってたんですけど、でも去年の動画見直したらお正月1日だけやったかなとも思うので、まあ最近 VS 結構どんどんねいいカード出してくれるから、昔と違って、まあ、あえてここをスルーしてもいいと思うし、もうこのあたりはね、もう本当にたまらないですから、バーサスジュエルって。3ヶ月、4ヶ月かかるものですからね。まあ、皆さんしっかり悩んでもらえたらなと思います。ということで、今回は考察動画でした。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。